明海国語辞典は、三省堂から発行された、日本で最初の現代語中心の小型国語辞典。1943年初版発行。1952年改訂版、発行。1997年初版復刻版発行。明海国語辞典表紙表紙に、文学博士、金大地教助編とあるが、実質的には、近大地の東京大学での教え子である。 憲法秀俊がほぼ独力で編纂し、山田忠夫が補助、またアクセントに関しては、近代地春彦が協力した。こうした経緯から、明海国語辞典は、憲法の業績として扱われる。近代地春彦によれば、一行も書きません。辞典の原稿は向きませんよという。ただし、憲法によれば、後に、近代地京介は、実は、 私も構成ずりを最後の一行まで見たが全然手を入れる必要がなかったと語ったという。憲法は1939年から編集に着手した。先行辞書である小辞林をもとに文語帳の語尺を交互体に直し、かつまた信号を増補するのが基本方針だった。見出し語選定にあたっては、原演も参考にしつつ、先行辞書にない言葉を多く増補した。 執筆は1941年には完了し、1943年5月に初版が発行された。明海国語辞典の特色は、初版の序によれば、弾きやすいこと、わかりやすいこと、現代的な語彙を多く載せることの3点に集約される。現代国語辞典の講師として評価が高い。弾きやすくするための工夫として、近代地春彦の発案と憲法の責任において、 徹底的な表音式を採用した。例えば、構成を、この低性、鼻字を、鼻字とするなどの方式である。改定版では、構成は、構成と表記し、また、音楽を、音楽とび濁音を表示するなど、実験的な変更が加えられた。簡潔で平易な語尺とするため、かなを多くした。これらの特徴は、部分的に改良されながら、現代日本語の基礎となっていった。 さらに、現代的な語彙の収録のため、憲法は主として当時の新聞から多数の妖例を拾い続けた。その後、長きにわたる憲法の妖例収集人生がここで本格的に始まったと言ってよい。明海国語辞典で初めて立候された現代語は、公は、説明、託し、計画経済、国民職業指導書、国民徴用、恩給金庫、勤労奉仕。 労働法師、隣組、ナイトクラブなど多数に上った。見出し語は初版では約7万3000語、改訂版では減って6万6000語。明海国語辞典は1952年に改訂版が出た後、1967年に新装版となり、1971年まですりが重ねられたが、内容については改訂版の後大きな変更はない。 本辞典を基礎として、憲法が主観の三政堂国語辞典、及び山田が主観の新明会国語辞典という二つの新しい国語辞典が生まれた。辞典名は新明会国語辞典に引き継がれたと言えるが、引きやすい、わかりやすい、現代語彙が多いという特色は、むしろ三政堂国語辞典の方に顕著である。柴田史監修、武藤康史編。 明快物語賛成堂 2001ISBN978 から43億8535万9199健望秀俊辞書を作る玉川大学出版部1976 ISBN978 から44億7214万 3816P139 明海国語辞典復刻版賛成堂 1997ISBN978 から43億8513万880解説、健坊秀俊、辞書を作る、P19。ありがとうございます。